男性目線で乙女ゲームを攻略解説するスタンドマイヒーローズ実況を今日もやっていきます。こちらのゲームは麻薬 G メンマトリをテーマにした作品で、主人公の名前はクソガキユイと名付けました。今回はメインストーリーではなく、イベントストーリーチェンジ&チャレンジ、心を表すコレクションをお届けしましょう。メンズファッションショーがテーマとなっておりまして、モデルのメンバーが揃ったところからです。夏目くんたちに無事モデルを引き受けてもらえることが決まった日からしばらく経ったある日のこと。場面は移りまして、アトリエ作業場、こちら神楽さんのアトリエですね。お疲れ様です。あ、クソガキさん、こんばんは。どうされたんですか？神楽さんとお約束していて。あれ、もしかしていらっしゃらないですか？あ、いえ、ちゃんといらっしゃいますよ。今個室の方でお電話されていて。あ、そうでしたか。なんだか例のコラボショー関係でトラブルがあったみたいで。クソガキさん、もしかして今日はその件で？トラブル？いえ、すいません、私は何も。そうですか、すいません。アキさんのところに連絡が来るってことはモデルさん関連だと思うんですけど、アキさんっていうのはね、神楽さんの下の名前です。さっきちらっと今更事態なんてってアキさんが言ってるのが聞こえちゃって。え、まさかだよね。トラブル、モデル、事態。とっさに頭をよぎってしまった不安げな彼の顔に鼓動が大きくなるのを感じたその時、この彼っていうのがね、宝生潔くん、大学生のことを指してるんですが、彼がまたシャイボーイでしてね、まあそんな彼がこのモデルに抜擢されているんですけれども、まあ本当にそこに向いているのかどうかっていうのがね、一つ課題になってるのがこの話の軸になっています。失礼します。クソガキさん、潔くん、どうしてここに？そう、この彼がその宝生潔くんです。俺は、やっぱりもう来てた。神楽さん、あのさ、悪いけど2人とももう少しだけ待ってて。はい、それは全然。でも何？何かあったんですか？何もないように見える。こういうところね、まあ神楽くん、こういう言い方はするんですけど、内面はとても優しい方です。いえ、このタイミングでモデルが一人出られないって言い出したの。信じらんない。ほんといい迷惑。こんな時に骨折なんて。え、潔くん骨折しちゃったのかな？骨折っていうかさ、だいたいショーまで1ヶ月切ってるこのタイミングで骨折の危険があるような動画撮影するとか考えられないんだけど。動画撮影？神楽さん、そのモデルさんって藤山くんだけど、サークルのメンバーだから名前言ったって君は分かんないでしょ。あ、潔くんのことではなかったんだね。って、あれ、潔、早乙女さんと瀬尾さんは？すいません、お二人は時間ギリギリになってしまうみたいで。いや、遅れるわけじゃないなら謝らなくていいし、そもそも潔が謝ることでもないでしょ。むしろ今言った通り、僕がもうしばらく動けないから少し遅れてくるくらいでちょうどいいって連絡入れておいて。わかりました。これから瀬尾さんと早乙女さんも来るの？はい。おお、今日はウォーキングを教えていただけるということで。あ、そういう、なるほど。そっか、そうだったんだ。ねえ、エイジ、僕のサイズ表ってどこかにデータで残ってる？保存してありますよ。ちょっと古いですけど。わかった。とりあえず水木にメールで送っといて。多分そんなに変わってないから。はい、わかりました。って、え、アキさんのサイズでいいんですか？はあ、藤山くんの代わり僕がやることになったから。え、それって神楽さんもショーに出るってことですか？別に。言っとくけど、出たくて出るわけじゃないから。ああ、ほんと最悪。はあ、代わりを探してみるからとりあえず数日待つように言ったんだけどってね、言ってくれていますけども、神楽くんね、まあ最悪って言いながらちゃんと自分の手を差し伸べてくれる感じが、まあね、ツンデレというか本質的な優しさを持っているというか、そういう感じがいたしますよね。来てほしいの一点張りで。
骨折した彼が着る予定だった服はすでに大部分が完成しているらしく、神楽さんならむしろ藤山くんよりイメージに合う、体格も近いからサイズ直しも少なく済むと担当デザイナーの人に直接頼み込まれたらしい。そういうことか。あの人いつかアキさんに自分の服着てほしいってずっと言ってましたもんね。親しい方なんですね。そうですね、今回のショーの担当デザイナーさんはちょっとの間ですけど昔ここで働いていた人なので。なるほど。ねえ、余計な話しなくていいから早くメール。はい。っていうかさ、でクソガキは何をほっとした顔してるわけ。大変なのはこれからなんだけど。すいません。その少なくとも私が知る限り、今回神楽さんがモデルを頼んでいるのは一度引き受けたことを理由なく覆したりはしないと思う方ばかりなので、よっぽどのことが誰かの身に起きたのかと一瞬悪い想像をしてしまって、実際の事情を伺って他でもない神楽さんが代役を務められるということも含めて思わずほっとしたというか。もちろん骨折も大変なことなんですが、すいません。この一瞬でそこまでごちゃごちゃ考えたわけ。ほんとこの子って、はあ、骨折って言っても滑って転んでスネにひび入っただけらしいし、まあね、ひびが一番治りづらいって言うけどね。他人の君が神妙な顔で落ち込むようなことじゃないから。あ、そうなんですね。そう、むしろフォローするこっちの方がよっぽど大変。ちゃんと手伝ってよ。あ、それはもうできることであれば。というわけで今日のご用件を伺っても、ショーの準備手伝いとしか聞いてなかったんだよね。今さっきイサキが言ったでしょ、モデルにウォーキング教えるからその手伝い。じゃあみんなが来たらとりあえずこのデザイン画とそこの靴それぞれに渡しておいて、靴は箱の側面に名前書いてあるから。わかりました。簡潔に指示を出して神楽さんはまた個室へと戻っていった。ウォーキングか、なんかブライダルフェアの時のことを思い出すな。というかみんなが来たらってことはもしかして瀬尾さんたちじゃなくて、手伝います。あ、ありがとう。じゃあ潔くんはまず自分の靴を。おや、クソガキさんに北条くん。ああやっぱり本当にどこにでもいるな君は。宮瀬さんと新藤さんとお疲れ様です。お二方とちょうど駐車場でお会いしまして。ああ、こんばんは。間に合ったかな。ではお二人は檜山さん経由で九条さんからお声掛けがあったんですね。はい、九条さんからもできる限りの協力をするようにと言われまして。そう、この九条家の使用人が宮瀬さんです。僭越ながらお引き受けしました。まったく。できる限りなんて言いながらこっちに拒否権なんてなかっただろう。この新藤さんはその九条さんの、まあ、担当医ですね。お医者さんです。本当にあの男はもちろん特別手当は出てるんだろうけど、こういう声がかかった時なんだかんだ九条さんの頼み事を断らない新藤さんの付き合いの良さ。まあ新藤さんね、まあ損得勘定というかね、現金な男なので、まあちゃんとお金の請求はしてるんだろうけど、まあ頼みを断らない義理堅い人ですよね。ちょっと和んでしまう。君、それ以上は金を取るぞ。はい。ジロジロと人を見て勝手ににやつくなら2秒につき1000円だ。すごい時給になりそうだね。2秒、高い。ああ、すいません、お待たせしました。いえ、お疲れ様です。ねえクソガキ、準備できてる？はい、いつでも大丈夫です。ちなみに菅野くんと夏目くんはあの二人とケイちゃんたちは別日に見るから今日はこれで全員。あ、じゃあレベルの人たちも関わってるんだ。まあこのカグラくんっていうのはね、レベルっていう情報屋のメンバーの一人でもあるんだけど、まあその他のレベルのメンバーも関わっているんだね。じゃあ、それじゃあ始めます。よろしくお願いします。さて、カグラさんからそれぞれが着る服の構造、特に、裾回りをに関する補足説明と、それぞれの服のイメージに合った歩き方のレクチャーがあった後、まずは一人ずつ歩いてもらうと、決まってるね、一人一人かっこいいよみんな。
何の隙もない人たちだね。いやこれだけでもずっと見てられる。もうメッセージないのにね。いや皆さん、こういうのは初めてっておっしゃってましたよね。いきなり様になりすぎでは？うん、基本はみんな大丈夫そうかな。まあイケメンがゆえにね、いろんな人にもう見慣れられてるんでしょうね。瀬尾さん、今より10センチくらい歩幅広めで歩いてみてください。あー、プロっぽい指摘。そうか、10センチだね。はい、それでありがとうございます。新藤さんはもう気持ち一歩一歩踏みしめるイメージで、多少速度が落ちても構いません。わかった。それじゃ次の段階行きましょうか。いや、こういうのもね、分かったの一言で返してできるようになるってね、なかなかね、センスがないとできませんよね。ほら、クソガキ仕事、ちょっとここに来て立って。はい。そうして神楽さんが私を立たせたのはランウェイの先端。みんながポージングの後に折り返していく地点だった。ここで何を？じゃあそこで歩いてくる人をじっと見てて、全体っていうより目を。え、君の得意分野でしょ。絶対最後まで反らさないでよ。まあ実際にはもちろんこんなところに観客は立ってないけど、見られるプレッシャーになれるにはこれぐらい極端でもいいと思うので。うん、なるほど。確かにこれは少し照れてしまいそうですね。モデル側はクソガキの視線を完全に無視してもいいし、あえて目を合わせてもいいです。これも最初に話したそれぞれのイメージに合わせてもらえれば。これが一番難しいと思うけどね。なるほど、イメージですか。わかりました。すごいね、2つ返事でできちゃうっていうのね。アンポンタンの視線なんか痛くも痒くもねえんだよ。いや、このね、早乙女さんっていうのはね、相手に合わせてキャラクターが変わってしまうタイプだからね。このクソガキちゃん相手にはこういう感じなんだよね。お前程度のしょぼい視力で俺の邪魔ができると思うなよ。なんで早乙女さんは勝ち誇った顔でこっちを見てるんだろうか。こんな、どうしよう、お腹痛くなってきた。シャイボーイ大丈夫でしょうか。立ち止まった時に手持ち無沙汰にならないよう意識してください。じゃあ、さっきと同じ順番で宮瀬さんからお願いします。はい。よし、とにかく私は目をそらさないこと。目をそらさ。私の目の前で止まった宮瀬さんはほんの少し微笑んで、私に視線を残すようにしながらかかとを返して離れていった。慣れてるね。今の何？プロの人？唖然としている間もなく、今度は新藤さんが歩いてくる。早乙女さん、瀬尾さん、そうして次々と美しい顔が接近して去っていくという謎すぎる状況に、なんだかよくわからなくなってくる。イケメンがゲシュタルト崩壊してきた。これは幸せな状態だね。次は急ぎくんか。さっきも思ったけど、急ぎくんの歩き方は綺麗だな。でもものすごい緊張感。ウサギくんとこんなに長時間目を合わせたままなの初めてだし。頑張れ。明らかに辛そうなウサギくんにこっちが手に汗握ってしまったものの、ウサギくんは途中で視線を落とすことなく戻っていけて思わずほっとしたけれど。ねえウサギ、もう一回。あのさ、全身から自信のなさがにじみ出てる。罰ゲームじゃないんだから怯えないで。自分が言われたわけでもないのに、神楽さんの鋭い言葉に思わずドキッとしてしまうけれど、潔くんは一瞬うつむいたもののすぐに顔を上げた。はい。もう一回お願いします。みんな見守るような目線ですね。あのさ、歩き方は綺麗だしちゃんとしてるから意識の問題。申し訳ないって思いながら歩かないこと。はい。ペコリと私の方に頭を下げてからもう一度まっすぐに歩いてくる潔くん。回想シーンだね。頑張りたいと思ってそう言ってました。潔くん、それから30分ほどで他の人は先に終了し、本人の希望もあり、潔くんだけが少し残ることになった。では、本日はありがとうございました。お先に失礼します。
お疲れ様でした。じゃあクソガキも今日はここまででいいから、他のみんなと一緒に出て、間違っても駅までフラフラ一人で歩かないでよ。いや、こういう優しさの言い方ね。なるほど。そういうことなら今日は僕車ですから、ご迷惑でなければご自宅までお送りしましょうか。え？瀬尾さんのマンションに寄ってからになりますが、いや、こういう人の前ではね、好青年モードでやるんですよね、早乙女さんは。瀬尾さん、クソガキさんも一緒で構いませんよね、瀬尾さん。ああ、イクト君がいいならもちろん。では。そうしてもらえると助かります。ええ、夜道は危険ですからね。あ、ありがとうございます。でもご存知の通り、私の家はかなり遠いですし、残業した日に比べたらまだまだ時間も早いので、お気持ちだけでお気になさらず。なかなかゆっくりお話しする機会もないですし、道中でいろいろお話しできたら嬉しいです。これは俺の車に乗れないとでも、ずれこべがすごい。なんだかわからないけど拒否権がないやつだ。アトリエを出発した車は渋滞に捕まることなく瀬尾さんのマンションに到着し、30分もしないうちに車内は私と早乙女さんの2人だけになった。瀬尾さん一切会話しないんだね、ここで。ハチッと、これでお願いします。目的地を設定しました。ルート案内を開始します。はぁ、本当に何が楽しくてそんな最果ての地に住んでんだ、修行かそんな皮肉の言い方する。 いい街なんですよ。送っていただくには遠すぎるので、それについては返す言葉もございませんが。そうか、分かってんなら感謝しろ。もちろんしてます、ありがとうございますあと100回へ。返しが斬新すぎる。それはそうと、お前何なんだよ今日のあれは。はい。イサギが歩く時だけアホみたいな顔で緊張しやがって。授業参観に来た身内か、ツッコミがうまいなえ、そんな風に見えました見えたから言ってんだよ。すみません、今回のメンバーでは年が一番離れてるというのもあって、つい見守る目線になってしまって。でも潔くんのウォーキングすごく綺麗でしたね。そうかよ。ほぼ毎日こそこそ隠れて一人で練習してたからな。そう、早乙女さんその瞬間見てましたもんね。練習？ああ、お前とはまた別ベクトルの極端しゃかりき人間なんだよ、あいつは。そうだったんですか。本当に頑張ってるんですね、潔くん。おい、まどろっこし、さっさと本心を吐け。え？そんなに潔が心配か。いえ、心配というわけでは。あ？そうか、お前があんなわかりやすくハラハラした目で見てる限り、潔はネガティブ炸裂させて心配かけてるって思ってるだろうけどな。ったく、お前はお前が思うより100倍わかりやすいんだよ。言わなきゃバレないとでも思ってんのか。いいか、無駄な努力はやめて安全なところに引っ込んでた方が身のためだとか思ってるなら、いっそ本人に言えそんなこと思ってないですならなんだよそれは。なあ、お前は何を一人で勝手にハラハラしてんだ。早乙女さんが今日わざわざ遠くまで私を送ると言ってくれたのは、この話をするためだったのだと、あの場で感じた有無を言わせない圧の理由をようやく理解する。まあね、帰り道が危ないっていうのもあって両方だと思いますけどね。そんなにバレバレだったんだな私。あの、ん？なんだよ。今回潔くんが頑張りたいと思ったきっかけみたいなものって何かあったんでしょうか。はあ？知るか、それがどうした。この間の研究室での様子や今日もそうだったんですけど、潔くんがなんというか今の自分から変わらないとっていう風に見えて、頑張ってるように見えて、うん、もちろんそれはすごく素敵なことで応援したいのは本当に本当です。ただ私は今現在の潔くんもすごく素敵な人だと思っているので、うん、なんかね、焦って背伸びしてるように見えなくもないよね。応援と並行して無理に変えようとしなくてもいい部分だってあると思うっていう、うん、なんだろうね、うん、
短所を消すことによって長所まで消えてしまったらっていうのはね、まあ長所を伸ばすっていう考え方もあるんじゃないのっていうのもね、まあ一理あるよね。ものすごく当たり前のことを念押ししたくなるんですよね。やっぱり出たな、全皇帝妖怪ペコパかって感じですね。本当に我ながら死ぬほど余計なお世話だなと思うので、口に出さないように気をつけてたんですけど、今後は顔にも出さないように一層気をつけます。すみません。お前みたいなドポジティブからしたら、潔はどうしようもないドネガティブで目に余るんだろうが、ただのヘタレでもないんだよ。え？ああ、ビクビクおどおど周りの顔色をうかがいながらも、ちゃんと見るもんは見てるし、影響も受けてる。人の言葉が届かないやつじゃない。ああ、早乙女さんはちゃんとそういうのをフェアに見てるんだね。早乙女さん、だいたいちょっと今回は張り切り方がすっとんきょうなだけで、あいつが必死なことなんて今に始まったことでもない。お前だってそれが分かってるから応援したいのは本当に本当なんだろうが、なあ、だったらもう余計なことごちゃごちゃ考えるな。そもそも応援なんて無責任で、一方的な行為に正解を探すだけ無駄だし、どう受け取るかは受け取り側の領分だろう。まあそうだね、その通りだと思う。いいか、勝手に侵略するな。分かったか、おせっかいこじらせ女。あだ名名人かよ。受け取り側の領分か、あそこに対しては突っ込まないんだね。はい。いつも通り、その物言いには優しさも柔らかさもない。けれどそこに込められた思いの温度を感じて、胸の奥が少し詰まり、それからゆっくり溶けるような心地がした。早乙女さん、ありがとうございます。あと200回言え。何笑ってんだ、増やすぞ。これは感謝の意味です。本当にありがとうございます。なんだよ。なんだそれ、バカか。ストレート悪口。お前はこじらせてないで、そうやってバカみたいな顔してればいいんだよ、バーカ。ファッションショー当日を迎えましたね。さあ、楽屋ですかね。本番まであと1時間か。大丈夫だよね、予定通り。あれ、そういえばちょっと行ってくるって神楽さん出ていたの結構前だよね。まだ戻ってきてない？ああ、まだ30分前にはって言って出てったからな。ギリギリだね。まあ今回は経験積ませるために、制作周りも運営チームも若手に任せるって言ってたから、神楽が現場にいたらどうしたって頼られるよね。なるほど、そういう。大変だな。心配しないで、会場内にはいるんだし、間に合うように戻ってくるでしょ。それよりゆいちゃん、ここ座って。はい、いいえ、私は。ほら、いいから、朝からずっと動き回りっぱなしでしょ。髪乱れちゃってるから直してあげる。それはすいません、お見苦しいところを。って直すって、別にね、モデルで出るわけじゃないからね、こっちは。まあ心配しなくても多分変な風にはされないから、嫌じゃなかったら任せて平気。いや、安心して、これ一旦外すね。何外すの？適当に結んでいたシュシュがほどかれ、降りた紙に羽鳥さんが串を通していく。何が始まったの？ねえ、ちょっと編み込んでみる。いえ、大丈夫です。言うんであれば何でもいいので、というか自分でやります。そう言わずにやらせてくれない？手先使ってると緊張ほぐれるから。そっか、この羽鳥くんもね、ファッションショーに出るんですよね、モデルとして。緊張。うん、そう、俺のね。だからついでにゆいちゃんもちょっと一息ついて。そういうことか。すいません、ありがとうございます。うん、何が？羽鳥さんは特に話しかけてくることもなく、黙々と髪を結ってくれた。その間に、この間の段取りとスケジュールを頭の中で確認するうちに、慌ただしい空気に飲まれて焦っていた気持ちがすっかり落ち着く。そう、焦ると急ぐは違いますからね。ちゃんとね、スケジュール段取りをね、整えてからだったら、それは焦るから急ぐに変わりますからね。こういうことを狙って、かつさりげなくできてしまうのがすごいというか、ずるいというか、そう、自分のためと言いながらね、ちゃんとこっちのためにやってくれたんだよね、羽鳥さんだな。はい、できた。どう？
え、おしゃれ。なんだその感想。気に入ったならよかった。ねえ、似合ってるよ。かわいい。さらっと言うよね、こういうのもね。それはどうも、ありがとうございます。まったく、褒めたのに真顔になるのやめない。すいません、ちょっとあまりのことにいろいろと処理が追いつかず。ん？ふと炭の鏡前に立って難しい顔をしている振動さんに気づく。上着を着ては脱ぎ、脱いでは着るを繰り返していて、もしかしてなんだこのフードと襟は。どうなるのが正解なのかさっぱりわからん。その上着、少し複雑なデザインになったんですね。とてもお似合いですが、くそ、複雑すぎだ。そっか、振動さんの服ギリギリでデザインに一部変更が出たから、完成品着るのは今日が初めてなんだっけ。資料写真を確認してから振動さんのところへ慌てて駆け寄る。失礼します、後ろのフード整えていいですか。ああ、後ろも前も任せる。俺が引き受けたのは歩くことだけだ。ですよね。ここがこうで、おい、ものすごく前が短くなったが、あれ、すいません、違うか。ここの布は降りててよくて、こっちが、わかった、ここをこうするとズルズルバサ。振動さんの肩幅を持ってしても脱げるので気をつけてくださいね。まったく、君は遊んでいるのか。至って本気です。大丈夫です、だいぶ正解に近づいている手応えはあるので。ああ、もしかすると分かったかもしれません。それ単純に、うわ、なんか嫌な予感。大丈夫？服破れたりしてないよね。どうしてお前はたった一歩踏み出すだけでつまずけるんだ。すみません。クソガキさん、大丈夫ですか？大丈夫です。危なかった、もう少しで顔面から突っ込むところだった。つまずいた宮瀬さんに後ろから押される形で、私は宮瀬さんと一緒に振動さんの背中に思い切り突っ込んでしまった。それにしても2人分の体重がかかってもびくともしないってすごいな。背中、あんまり触ったことない感触が。なんだ。ああ、いえ、見習いたい背筋だなと。はあ、ドキッとしたことがバレたら何かしらの料金を徴収されてしまう気がする。黙ってよ。まあとりあえずこういう展開になりましたが、まあ服は無事だったのかな。そうですね、僕も見らなわなければ。それはさておき、はい、フードの後ろ、これでどうでしょう。すごい、これが正解ですね。ありがとうございます。よかった、お役に立ててよかったです。失礼します。はーい。お忙しいところすいません、ミックスアップの代表のものなんですが、ちょっと今大丈夫ですか。このね、ファッションショーの、代表の方になりますね。ああ、お疲れ様です。どうかしましたか。これから後日配信用の動画の撮影を隣の控え室で始めるんですが、もしよかったら瀬尾教授と早乙女先生、それから宝生くんに少し出演してもらえないかなと。フォリオさんの担当者さんに確認したら、お三方が OK であれば問題ないとのことで、可能であればいくつか簡単にインタビューもさせてもらえないかなと。動画インタビュー。ああ、伊崎くんがね、ちょっと心配になっちゃってますよ。うわあ、すご、一瞬で顔白くなった。なるほど、それならぜひ代表で宝生くんに出てもらうのがいいんじゃないかな。ああ、早乙女さん、この成長の機会を与えてるわけですね。伊崎くんが代表？はい、こちらはそれでも全然構いません。出てもらえるだけでありがたいです。ダメです、そんな。申し訳ないんだけど、瀬尾さんも僕もそういうのは少し苦手だから。何のメリットもない無償労働なんか誰がするか、という心の声が聞こえてくるようだ。うん、そうだね、伊崎くんさえ良ければそれがいいかもしれない。瀬尾さん、インタビューというのは思いがある人が答えた方が見る人に届くと思うから、そうだね、頑張りたいですって意気込んでる子が言ってくれた方がいいっていう判断をしたわけだね。え？
俺よりイクト君より潔君が一番この賞への思いがあるんじゃないかな。うん、思い。でも私も賛成に一票で。決めるのはもちろん潔君だけど、いいと思う、すごく。クソガキさん。ああ。結局また余計なおせっかいしてる。ほんと我慢できないよね。もうその通りだから何も言えないんだけども。夏目くんはなんで笑ってんの？別に。そうですね。気が進まなかったり自信がなければもちろん断っても構わないと思うよ。宝生くんがどうしたいかで決めたらいい。早乙女さん。俺は。俺でよければやらせてください。ありがとうございます。じゃあ早速ちょっと隣の部屋来てもらっていいかな。はい、わかりました。潔くん、はい、行ってらっしゃい。行ってきます。本番30分前。ああ帰ってきましたね。さすが。ジャスト30分前。お疲れ。運営の方大丈夫そう？大丈夫じゃなかったら困るでしょ。こういう言い方しかできないんだよね、神楽君はね。ねえ、クソガキとイサギは？ああ、クソガキは紙コップ足りないってコンビニに行った。宝生は隣の控室。ん？隣？うん、頼まれてサークルの動画にちょっと出ることになったらしい。本人が出るって？ああ、そう。あれ？なんか嬉しそうだね。別に。戻りました。あ、神楽さん、お疲れ様です。すぐヘアメイクさん呼んできますね。いや、もう声かけてある。君はもういいから客席行って。客席？ああ、何ポカンとしてるわけ。君、自分が何のためにこの雑用引き受けたか忘れたの？言ったでしょ、手伝うなら通路の端の立ち見くらい許すって。いやー、回りくどい優しさですね。あ、そして、あ、場所を移して、すっかり忘れて普通に楽屋のモニターで見る気満々だった。みんなに一通り声をかけてから慌てて向かった客席。約束通り通路の端に立たせてもらおうとした私を、場内係のスタッフさんは受けたまわってますと言って、後方ながらも全体がよく見える関係者席へと案内してくれた。あ、そうそう、このね、関係者席後方の方がね、いいVIP席なんですよね。あの、音のバランスとかも会場とかは一番ね、ちょっと後方ぐらいがホールの作り上音が集まる場所なんですよ。まあ僕こういうイベントの裏方の仕事したことがあって、実は、うん、だから実は一番いい席なんですよ。だからこれ神楽くんの優しさが盛大に詰まっていますね。席用意してくれたんだ。しかも特等席っていう感じです。あ、さあ始まるブザーです。うん、それじゃよろしくお願いします。そういえば私、自分が手伝ったイベントをこうやってお客さんとしてちゃんと見ることってあんまりないな。なんか新鮮というかそわそわする。まあ手伝う側にいたらね、基本的にはずっと裏方で居続けるもんね。ステージに光と音があふれてオープニング映像が始まった瞬間、肌がざわついて息を呑む。そうしてショーが幕を開けた。あの白パーカーの人超かっこよくない？このおしゃれメガネもかっこいいよね。かっこいい、かっこいいけど、黒い服の人の方あの感じでニコニコしてるのやばいでしょ。いやー、次々とイケメンが。ちょっとあの美人誰？どこのモデルさん？小柄な人の方も意味わかんないぐらいかっこいいんですけど。なんかもう全員イケメンすぎて苦しくなってきた。あの人今日一で好き。キャー、ねえウインクした。赤い髪の人の方ウインクねえ。あ、私もう無理。あー、気絶しそう。した。青乙女先生、しばらくあの格好で講義してほしいんだけど、誰に言えばいいの？学長？すごい、いろいろともすごいしか感想が出てこない。
単純に顔がいいとかもはやそんな話じゃなくて、本当に骨の髄からかっこいい人たちなんだな。大盛り上がりの中、ショーは予定通り進み、いよいよクライマックスを迎えようとしていた。まあそんなね、骨の髄からかっこいい人たちと常に一緒に仕事をしてれば仕事も楽しくなるよね。さあバックステージ、さてといよいよ出番だけど、こういうの久しぶりだから緊張してない？大丈夫？は？それ誰に言ってんの？さすが言うねえ。ねえ潔。ほら行くよ。はい。音楽が変わって少しの後、サークルの代表さんが登場した瞬間、一段と大きい歓声が上がる。けれど私は間もなく後ろから現れたその人に目を奪われてしまった。ステージを誰よりも美しく歩いてくる神楽さんは、レベルの神楽さんでもデザイナーの神楽さんでもフレイヤージュの神楽常務でもなかった。綺麗。前の席の女の子がポロリとこぼすように言った言葉、それに心の底から共感する。本当に綺麗。そしてそれを追うようにステージに潔くんも現れる。ライトの下でまっすぐ歩く潔くんはただまっすぐ前だけを見ている。その静かで確かな足取りに見入るうちにゆっくりと視界がぼやけていった。あーすごいな、潔くんがすごく眩しい。うん、決まってるね。さあ無事に終えて戻ってきましたね。あ、ね、ん？潔？あのすいません、あのすぐ止めるので。ちょっと何泣いてるの、ラストもう一回出なきゃいけないんだから。そんな顔で出る気？すいません、俺あの神楽さん。何？その俺はちゃんとできていたでしょうか？バカなこと聞かないでくれる。誰が選んだモデルだと思ってんの？え？いやこういう回りくどいね褒め言葉ですよ。できてたよ。たく。そんなの頑張った潔本人が一番わかるでしょ。潔に頼んでよかった。ありがとう。いやー突然こうやってストレートに言ってくるから刺さるよね。余計泣いちゃうでしょうよこんなこと言われたら。大歓声の中ショーは終了し、無事に終わったのかな。空っぽになった会場で私は座席に残されたパンフレットを回収していた。おい何ぼんやりしてるんだ。え、マキ君お疲れ様、どうしたの？控え室の方片付け終わったからなあ。これ残ってるの集めればいいのか。ああ手伝いに来てくれたんだ、優しいね。ああそんなそんな、いいから。そういやさ、ショーちゃんと座って見られたのか？うん、おかげさまで。本当にすごかった、それしか言えないのかって突っ込まれそうだけど、もう全然言葉にできなくて、最後の方とかなんか泣けてきちゃって。そうだな、俺もそれから見てたけど、アキとホウショウ確かにかっこよかった。うん、綺麗だなってすごく思った。ただ人が歩くところをもっと見たいって思うのすごいことだよね。それ直接言ってやって。素直な反応はしないと思うけど喜ぶと思う。そうなんだよね、素直じゃないメンバーも多いしね。え？ああ。秋はもともとちゃんと歩けるけど、このコラボショーのために仕事の合間で時間作って、自分もできる限りウォーキングレッスン受けてたから、あーちゃんと影なる努力してたんだね。え、でも普段の仕事もあってめちゃくちゃ忙しかったって。うん、だから合間、それで他のモデルの面倒もできる限り見てたらしいから、よくやるなと思ってた。でもそうやってできるって自分が自信を持てるところまで努力するのが昔から秋のやり方だから。はあ、なるほどね。あんまりいろいろ喋ると後で文句言われそうだけど、まあそういうの言われたくないタイプだからね。宝生は
子供の頃の秋にちょっと似てるとこあると思う。潔くんと神楽さんが？それはまあ想像つかないかもしれないけど、いやそんなことはちょっとあるけど。ほんと正直だなあんた。とにかく頑張りすぎなくていいって、優しく守られてるだけじゃ越えられないものがあるのを秋はよく知っていて、だから宝章を見てていろいろ思うところあるんじゃないかと思うし、今回は特にあったと思う。いやーこうやってね、いつも神楽くんのイベントの時、神楽くんの本心とか裏の努力とかを全部この親友の牧くんがね回収してくれますよね。うん、まあ言い方きついのは単純に性格だし問題だと思うけど。そっかそっか、そういうことなんだ。神楽さんの厳しさはただの厳しさじゃなくて、自信を持つことでしか越えられないものを乗り越えてきた人としての優しさでもあるんだな。まあこれはね、万人に通用する話じゃないけど、まあこれね、共通する、自分と似てる部分がある、まあね、宝生くん、潔くんだからこそ言ってるんでしょうね。そう思った時に私の顔に早乙女さんの顔が浮かぶ。きっと彼も同じだと。なるほど。誰が相手でも大きく態度を変えることはない神楽さん。一人一人それぞれに合った顔で対応する早乙女さん。二人はまるで正反対に見えるけれど、案外似てるのかもな。確かにね。まあ逆に言えば、まあその早乙女さんに見守られてる側っていうのが、このクソガッキーちゃん主人公だったっていうことなんでしょうね。え？誰が？ううん、なんでもない。クシュン。なるほど。では最後に、ショータイトルチェンジ&チャレンジにちなんで、宝生くんがこれから挑戦していきたいことを教えてください。俺は本当に優しさとか勇気とかそういうものを俺にはもったいないぐらいたくさんもらっているので、それをちゃんと受け取れる自分になりたくて、今はやっぱりまだ俺なんかには無理だろうと思ってしまうけど、人はすぐには変われないけど、それでも背筋は伸ばすだけで確かに景色は変わったから、自分はダメじゃないっていつかちゃんと言えるように頑張りたいです。なるほど、深みのあるねお話でしたね。まあなんだろう、まあ今回だけでね簡単に壁をぶち破るっていうのは、まあ当然ねできなかったけれども、まあ大きな一歩を踏み出したんじゃないでしょうか。というわけで、イベントストーリーチェンジ&チャレンジ、心を表すコレクション、いかがだったでしょうか。いろいろ考えさせられるストーリーでしたね。なんだろう、周りくどい優しさとかがいっぱい見えるストーリーでしたね。こちらのチャンネルでは男性目線で乙女ゲームや乙女アプリを攻略解説していくチャンネルでございます。もちろんね、僕なんかがとやかく言わなくても、このスタンドマイヒーローズスタマイはね素晴らしいゲームではございますが、まあね、こういう形で新たな価値を見出すことができればという思いで、配信をさせていただいております。お気に召した方は、チャンネル登録と高評価のほどどうぞよろしくお願いいたします。普段はねメインストーリーなんかも合わせてやっておりますのでね、どうぞよろしくお願いいたします。というわけで、今回もご覧いただきましてありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。